じゃあ人数的には赤チームが不利な状況となっています。先ほどまで青チームのね亀裂のログかなり流れていたんですけども、状況的には今赤チームが不利。いや暑いですね。あ、ちょっと赤チームが23人ちょっと押されているか。ただキツネ選手もね、団員選手のヘッドショット取っていますから、まだまだこれ状況的には分からなくなってますよ。ここで車両爆破。赤チーム21人、青チームまだ1人も減っていません。ただ青チームね、亀裂が増えてます。青チーム亀裂はね確実に増えている。さあ今経過時間が6分を経過したところでございますけども、状況的には確実に有利なのは青チーム、軍事基地化が有利と言えるでしょうか。トム選手ですね、オフィシャルトム選手。角の頭を出すプレイヤーを狙ってますけども、うーん、外してしまった。これですね、だから勝負は後半なんですよ。っていうのも、ここまでですね、お互いにこう打ち合ってるとですね、物資がなくなってくるわけです。このお互いに物資がなくなってくる、その極限状態になった時に、この BBB、実際のこの正念場になってくるわけですね。赤チーム見に行きましょう。赤チーム現在19名生存です。あ、ただちょっと青チーム亀裂が増えてきたか。そうね、キツネ選手はちょっともう HP がないのかもしれないですね、回復系のアイテムが。これはちょっと赤チーム後半巻き返しがある可能性十分に考えられますね。後半巻き返しがまだグレネードをね持っているプレイヤーもいるかもしれませんし、このドンカップで培ってきたこの画角、僕のこのカメラ画角ね。さあここで一気に赤チームがスモークを使って畳みかけていく勝負、ここで決めようという作戦だ。赤チーム突っ込んだスモークを前線に焚き、ここで人海戦術。ただここでスローブルーのグレネードが光る、一気にダブルキル、ダブルキル。ただ赤チームひるまない、赤チームひるみません。一気にミコミコ選手がグレネードを使っていく。さあここで一気に勝負を決めようというのか。さあスモークこれ今実際こんな感じで黙々となっていますが、ダウンしている、ダウンしてたらグレネードも決まっている。ただコーラ選手がダブルキルを決めてる。さあ勝負分かんない、まだ青チームが一気に21チームまで減っている。青チームの人数も着実に減っている中、お互いにグレネードから潰し合いが始まっています。さあこの乱打戦を勝ち抜くのはどちらなのか、非常に今熱い展開がいきなり始まりました。後半11分を経過したところで
青チームが17人、赤チーム12人という5人の差が詰まったまま、ただここでマルーン選手、マルーン選手が凄まじいキルを稼いでいる。マルーン選手のキルの稼ぎ方が素晴らしい。前で伏せている、この男スモークの裏側から伏せている。これは分からなくなってきましたよ、展開的に。ただ倍以上の人数差を作られていますが、ダウンしているプレイヤーの数も青チームかなり多いです。横にいるのか気づいていないんでしょうか。これはサイドにいるんですけども、そのプレイヤーにも気づいていない。ただマルーン選手正面見られて、ここでダウンしてしまう。ただここかなりいい勝負になって、いや、ただこれどうなっている、これは逆転したか、勝利したのは赤チーム。待って、これ逆、待って、勝利したのは赤チーム。なんで青、待って、どういうこと、待って、青と赤逆だった、もしかして。どういうこと、待って、え、これ上の色と逆じゃね、色逆じゃん、嘘でしょ。なんかおかしいなと思ったんだよ途中から。え、なんか減ってる方向おかしくね。ブルーホールさん、最後の最後で色逆って、赤チーム攻めてるとかめっちゃ言ったのに、逆転があるとかいう話したのに、ブブ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 ル、頼むよ。そうでしょ、嘘でしょ、重すぎて草。だって優勝したチームおめでとうございます。